ははい皆さんこんこにちはあの本日は日本語でスピーチさせていただきますただあの最初は一応迷ってたんですけどあの今日は英語でスピーチするか北京語でスピーチするかすごい迷ってたんですねでもやっぱりここは日本ですからできればできるほど日本語で スピーチさせたいと思います。これからよろしくお願いします。<laughs> 正直で私日本はチームないです。いないです。一人もいないです。ただしあのこの二三年間リーウェイと一緒にあの来てあのすごいいい会社と思ってまあまずは日本は 大きい市場でちっちゃいところからもう日本が大好きまず17歳の時は2つの国はどうしても行きたいですそれはまずイギリスなぜかというとシンガポールはイギリス植民地でしたがあの行ってみたいなと思って行ったらがっかりしました。<laughs> もう向こうの人、怠けで働く,働く気がない、もうちょっとがっかり。で、その後は2、えーつ,えー、つ目、うん、すごい想像がよく、えー、国、日本、来てみたい。なぜかというと、あのときはあのー、松,松田聖子、<laughs> かわいよくて <laughs> ですごあの、あとチ、チャッカスのファンですから。 もう日,本行って日本に来たら本当にびっくりしました国はきれいし人の礼儀もあの素晴らしいあのいつか日本で、えー、仕事ができるようなことがあればあのいいと思ってるんですねただそれからまあ学校に戻ってで一生懸命日本で仕事を探してたんです で一般のレストラン、日本のレストランで働いたり、まあ、もちろんあの、社長じゃなくて、ウェイターでした、<laughs> そういう仕事をやってて、えーと、すごい頑張ったんですね、あの時普通より私、1日大体15時間以上働きました。で、休みない時はもう3か月間続いて、休みなしで行くんですね。 で、それを10年頑張っても何もない <laughs>。何もない。それはちょっと悲しい。私はすごい有名を持っている人あの。ずっと自分を頑張ればいつかあの成功になろうと思いがあるんですけど、それは結局全部嘘だ <laughs> どうやっって頑張っても あのダメですだからそれをすごいあのシンガポールにあところで私はシンガポール人ですあのシンガポールに戻ってまた一般人になって普通のところで、えー、勤めたんですねであのある日あの私のダーリンとダーリンねあねダイエンさんマイダーリングねあの フィ,リピンえー、フィリピンにいる中国系の人で出会ってあ、まあ、やることない、じゃあ、フィリピン行ってみよう。<laughs> シンガポールもなかなか難しい、あそこもあの生活費も高いし、じゃあ、フィリピンで何ができるかなと思ったんですけど、フィリピンに行って半年ぐらい、何もしなかった。<laughs> ポ <laughs> ーターローの状態で <laughs> であのそのままであの時は彼女はリーウェイの商品を売っていますあのプラスセンターもともとシンガポール人ですからそういうネットワーキングはあまり好きじゃないですねあのう絶対詐欺です <laughs> もうそれはただ彼女は一生懸命その あのプラセンター、お客様と紹介して説明して、はあまあ、あのこの私はこのビジネスのやり方分からないからあまりわ悪い口は言わない方がいい自分があまり分からないのであのほ,ほっときました <laughs> で私はまあやっぱりもう半年プータロなのでもうこれからそのままでいくとだめになっちゃうんですね。 だから、えー、と自分の残りのお金、銀行の残りのお金、あと半分は彼女からお金を借りて、えー、喫茶店、まあ、35坪ぐらいの広さの喫茶店を作って、で3週後え、3週間後、もう喫茶店ができてから3週間後、彼女はあリーウェイの一つの大きいイベントがあります。行ってみないと聞かれたら、 どんなようなイベントあ、素晴らしいイベントを何度かいろいろ話したんですけど、じゃあ行ってみましょう。あの時は、今日みたいなリーダーストレーニングのイベントでした。ただ、人数は5000人、<laughs> うんえー、シンガポールで行いました。で、5000人のところで、私、一番後ろに座ってたんですね。もう、あの社長とかそれ、顔も見えないところで座ってて。 ただ、あの日は私、なんかき分かったんですね、このまず、なんで5000人が集める、1 <laughs> つの商品で5000人に集めるのはなかなか珍しい、絶対この商品は何かある、これは多分チャンスだろうと思って、真剣に一日真剣真面目で全部の話来た。 であの日はステージに立った、えー、と人たちは今日もう2、3人ぐらいいらっしゃるので、ね、それはまずあのサイモンさん、えーとミスえー、ミスター・タンとエンディ・ソウさん、ね、これ全部うちシンガ、えー、リーウェイの先輩パイ,ニアパイニアたちですね。みんなさんのストーリーを聞いて信じられなかったんです。 あの特にエンディ・ソウさん、彼がリーウェイに入る前に約80万のリンゲの、えー、借金, <laughs> 借金80万林業の借金を持って、この会社で成功する。 それはなかなか考えられないですね。で私はその時もし彼ができるなら私もできるじゃないかなと思ってでその日は夜私はずっと寝なかったんです考えてもう決まったお店3週間ひれ開いた喫茶店はやめましょう。<laughs> やめましょうで、このリーウェイやります、ただあの経験がないしで、ダーリングと話して、彼女は <laughs> 倒れそうな、<laughs> あのあのやったばっかりなので、なんで3週間、私の,あの説明は、喫茶店、いくら頑張っても、多分スターバックにならないでしょう。<laughs> 私の顔はスターバーみたいなあの産業はできないでしょう。それ続くと人生どうなるかわからないしただリーウェイはやりたい。なぜかというとあの日は社長の,、えー、その見た目社長会ったことありますドクター・リームさん。うんないないとか 彼は本当に普通じゃないです <laughs>。先ほど、えっ、ー、と、サイモンさんも説明した一年四回のリーダーストレーニング、四回の、えっ、ー、と、レコニッション内、レコニッション内は、えぇ、ー、禁止禁止えっ、ー、と、表現大会えてますわ、正式、あ、uh。 何、まあまあ、でもいいや、<laughs> ああいうイベントはすごいお金かかるんです。一回であの例えばシンガポールのインドステージウム、1回で約10億円ぐらいかかるんです。そういうイベントなんです。普通の会社、普通の社長は絶対出さないです、このぐらいのお金。でもドクター・リームは出します。うん、ら本当に素晴ら 素晴らしいリーダーと思ってもしこの人についていけばまあいつか成功できると思います、うん、やっぱり自分の力だけであの足りないですから成功な人ついていけばいつか、えー、自分も成功できると思ってるんですねだから難しかし <laughs> 私は、えー、とフィリピンで始まった <laughs> フィリピンは 大変です <laughs> 正直、向こうの収入は一般的な収入はいくらぐらいと思いますか多分2万円もないですね。2万円だから、1本の、えー、パーティーはもう買えないあの市場です。非常に難しい。私、たまたまキャプセル1個ずつ売るんです。 うん、だって1個でも高いですよ、向こうの人にとっては。うん、だからそういう難しいところでやってきたんですね。うん、でもあの、フィリピンでやるときに、心はいつ日本でやりたい、ずっと思ってたんですね。うん、だから、本当に今日のために、私、2年間半待ってたんです。 ずっと2年間半前、一番大変なところで頑張って <laughs> ここ来たんです。だから、本当に今日朝からえ半日ぐらい、ずっと消費の話ばかり、多分消費にとってはあのまあ大体みんな分かると思います。まだ食べていない方はやっぱり飲まないとあの分からないですね、その消費は。 一度飲んでみて、それからこの会社のリーダーついていく、いけばたぶんまたあ、えー、新しいチャンスかもしれない、ね。で、2年間半ずっと頑張って、あのまあ、大成功とも言えないし、まあ、少し、うんあのー、収入があって。 本当に昔、私、今思えば、大昔、日本でいたときに、一番欲しい車は、トヨタコロラでした、うん。いつか日本でトヨタカロラ買いたい。<laughs> すごい。でも、今はロースロイ買ったんです。うん、日本で買うの車。で、ロースロイ買うときに、社長と、 えー、ドクターリムさんと一緒にいて、で私、後ろあの、やっぱり車買うのは時間かかるでしょう。ね、あトヨタカロラでも、やっぱりボーネット開けて、いろいろチェック。<laughs> ただし、あ私、ローソン買ったのは10分間で決めた、うん。で、後ろのドア開けて、座って、もう波がで出るぐらい、すごいいろいろな思い出。 うん、あの本当は私、ロースロイあの乗ったことないです。<laughs> で、初めて乗ったロースロイは自分のロースロイでした。それはすごいあの感動、その2年間半、一生懸命やって価値がある。<laughs> うん、でしかし、知らないうちに日本で車買うと、あの何でしたっけ。えー、っと 車庫保険、車庫、車庫証明、車庫証明、車庫証明ないと車の名義買えない。そうなっちゃうと家も買えなくな,っちゃう <laughs> ならないですね。だからあのもう最近も日本で家を買ったんです、うんそううんで。外人ですからローンはできない。だから全部現金。 全部現金、うん、全部現金。<laughs> まあ、それは私が見えっぱりしたいではなく、そういう意味じゃなく、2年間半で頑張れば、本当に運命変えちゃうんです。特に、あの、サイモン・ウォンさんもそうだし、前の人たちもそうですね。だから、先ほどサイモンさん言った、その、 商品の値段が高い、それ本当にいいことです。私、フィリピンのチーム、皆さん、1月つき2つセット売れば生活ができる。自分の家庭の生活とお父さん、お母さんも全部できるわけです。ね、あのやっぱりあの値段が高いのはいいと思いますよ。そんなに一生懸命。ただ売るのははそれは 最初の一部だけです。私は多分フィリピンで商品売るのは半年もない。最初,は半年最初の半年は商品売ってあのメンバー募集、募集、リーダー、それからトレーニングさせてあとはあの、まあ、今日みたいなトレーニングをさせるだけですね。 その後は全然商品売る必要ない。チーム作るだけ。うちのリーウェイのシステムはすごいあの簡単なので、2人いれば1人ベトナム、1人えっとフィリピン。そうすると、ベトナムとフィリピン、私が10%。 2年後はそれは大きいですよ、うん、そうすると例えば皆様この今のチームは本当にリーウェイのパイニアです日本のパイニアです2年後3年後多分誰かあのヒロさんから1つは東京 <laughs> 1つは名古屋あと1つは大阪それはすごいと思いますよもう1回社長に聞,聞いてみたんですね日本は どのぐらい大きい、どの市場はどのぐらい大きい、できます彼の答えは、もしあなたが日本でナンバーワンになったら、それは世界一です。あなたは世界一になります。それを聞いて興奮、幸福、世界一ですお。考えられないですね。<laughs> 今私、ペガサスのうちに一番ランが、あの一番新しいペガサスです。それだけでロストに変える。もし日本一になったら、多分んさっき見たプライベートジェック、本当に5台ぐらい買えるんですよ。うん、本当にあれはあのおもちゃになっちゃうんです、<laughs> あのプライベートジェック、うん、だからこの これから、まあもちろん、でも一応ね、日本に来る前、少し心配があった。日本に来て、やっぱりゼロから始まらなきゃいけないです <laughs>。フィリピンでもあのシンガポールでも、いくらラング高くても、日本人の方は知らない <laughs>。私、今、道端に出て、もう、ペガサスのステータスで、 物を売るじゃなくて本当に皆様と同じレベルでやらなきゃいけないです。うん、それは一応あの挑戦あの、チャレンジになるんですね。でも頑張りたいと思います。まあ私はもう決めた。日本に来ます。1 <laughs> 人だけど <laughs> 日本に来ます。であの、これから多分たくさんの人たち、 えー、もっと会う機会があると思います。まあそれ振りあうも多少の縁と申しますあの。これから皆様いろいろよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。<laughs> ではまあ多分見る感じでまだ新しい方が。 多いいと思います、ね、この会社のバックグラウンド知らない人これを少し時間かけてあの理解くださいリーウェイは本当にいい会社と思っていますあの例えば私のダーリング <laughs> 彼女は今ペガサス2ということは 彼女の下は 2, つ2人のペガサスがいるわけです、ね。しかし、彼女前の仕事、言っても多分皆さん信じられないと思っていると思いますね。彼女はフィリピンで道端、あのコピー DVD 売っている人です。あのパイレーター、分かるあの コピー商品 <laughs>、まあ、偽物偽物,屋さんあ偽物屋さん、本当にああいう状況でこの仕事あの頑張って、やっぱり商品はいいですね。彼女が売った人ももちろん皆さん、あのこの仕事でやってる人間ではなく、ほっとんど多分2割以上は、あの 消費者、消費者あの、商品が好き、商品がか、えーえー、と商品がいいと思って、リピート買う人、かいかいうん、愛用者、愛用者、何回も何回も、あもう疲れた。<laughs> はいまあ、そんなあれ だから彼女は,こ,のはこれは絶対いい商品ですしないとあんな高い値段で絶対リピートしないです <laughs> みんな一回食べても終わり日本はこれからあのこの商品は売れると思いますがただこの成功までの道はそんなに簡単ではないです商品は売れるんですけどたった 成功までその道我々がいろいろなことであってそんなにスムーズではないですねあのー、例えばあのエンディー・ソウさんのストーリー本当にすごい面白い彼,彼のストーリーはあのこの,しこの会社を入って もうすごい元気。あ、ホップがある。これから頑張ろう。で、最初に出会った人、48人。みんな紹介して、買う人は一人もいなかったんです。それが48人。続け、49人目、1本買ったんです。彼が、喜んでこの仕事はホップがあります。頑張ろう。で、続けて、 今はペガスス4、エンディー・ソウさんは5。<laughs> ごめんなさい、ペガスス5 <laughs> あの。今、ドクター・リムさんの、えー、近所です。<laughs> 近くに住んでます。家もめちゃくちゃでかい。もうとソファーはいくつあります 家 <laughs> サーファーよ、違う。サーファーにチャリでサーファー。彼の家のソファ11個あります。11個セット、うんうん。日本人にとっては考えられないでしょう。家の中に11個セットのソファがある。先ほど言った、もともとは借金、貼って。 彼だけじゃなくていっぱいですよヒロさんはあの一番短いえ間ペガススになりたい今目の前に一人の女性スカイ・チャンさん彼女は4ヶ月間でペガススになったんです今まであの記録 <laughs> 4ヶ月間彼女前は主婦でした16年 家で料理して子供を育ってでこれを分かったら4か月間以内ペガサスになりましたということは実は成功したい場合はその心その自信を持って諦れれれめないねそのまま頑張ればあの結果が出ます結果いつかうんすぐ あの結果が見えますだから本当にあのリウェイに感謝したい2年間半前1回の会議で私の運命が変えたんですだから今日もまあもちろん今日何か北京語で話して皆さん疲れると思いますがあのもう少しこの会社をえっ、ー、と あの聞いてみてくださいいろいろ多分あなたもこの会社このチャンスが分かると思いますねあの3年間後ここにいる人たちはみんなロスロイでバ <laughs> ーッと最近会社は、えー 全部で10台のロスロイ買ったんですね。あのエンディーソーも1台、サイマンはもともと1台あって、だからこの間、マレーシアで撮影のために10台のロスロイ道に、道端に走ってたんです。その時に、マレーシアの人たちが全部の車全部止まっちゃうんですね。 なんかある10代のロストロイは見たことあります、一緒に走る。ないでしょう、ね多分ロストロイ屋さん行っても、多分十10代ないですよ。<laughs> シンガポールのロストロイは3台しかないです。ただ、あの時マレーシアでの撮影は10台一っに走って、それは全部リーウェイのロストロイス。だからこの会社は本当に OK です。 私2年間半でできるなら、たぶん皆様もうできるだろうと思います。まあ、えー、つまらない話ですけど、すみませんでした、<laughs> いろいろありがとうございます。はいはい